はい、皆さんこんばんは。さあ今週も始まりました猫舌ショールーム金曜日差しから、本日は ST48 の矢野ほのかと西島はるかと谷口真ひなです。こんにちは。こんにちは。この3人でお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。始まりましたよ。はい、はい、ST48 からこの3人、はい、はいですね。はい、ちょっと結構ね濃いですね。ちょっと人選ミスですね、この3人は。ちょっとなんでですか。もう一人一人もちょっと個性が強すぎるんで、キャラが。まあでもね、私たちを初めて見たって方も、はい、ST48 知らない方も今日は皆さん知っていただきたいんですけども、はい、そんな ST48 知らない方に必見。デレンデレン、じゃあもういきなり宣伝をぶち込んでいきたいと思います。はい、はい、私たち ST48 のサードシングル大好きな人が7月31日に発売されました。イエーイ。どうですか、見どころ、聞きどころなどがありますか。まあみんなユニットが違うわけで、うんうんうん、カップリング曲にね、そうだね、収録されてるんですけど、まあ私瀬戸セブンと勝手に四国観光大使兼任させていただいてるんですけども、まあ、瀬戸セブンがですね、一杯の水っていう曲がですね、うん、ちょっと私のソロパートがすごいと噂の自分で言う、自分で言う、ちょっと今日もね握手会でよくいっぱい言われたので、ちょっとそこをね聞いていただけたらありがたいです。ST48 の課外活動ユニットって5つのユニットで活動してるんですけど、6人5人6人か。そうだね、6人1つグループには4人でも、そうだね、まあでも兼任メンバーとかも含めて、まあ5人6人でやってるので、なんかソロのパートとか、やっぱり目立つので、それ聞いてほしいなって思いますね。まひちゃんのどういうユニットでしたっけ。そうですね、私は私は勝手に四国観光大使っていうユニットなんですけど、はい、なんだっけ、テストの学力テストっていうのが行われて、うんうん、そのユニットごとにその平均が1位だったユニットがミュージックビデオを撮れるっていう権利を与えてもらえるんですけど、うんうん、それで見事勝手に四国観光大使は第一位を取ることができました、ね。すごかった。貢献した2人、した順位も隣だったし、順位も隣だったし、何かちょっと聞かないんですけど、そうだね、でも AD で行きましたよね。そうなんですよ、その学力テストで私たち最下位だった。マイク、おめでとう。 MC ユニットあるんですけど、そちらのカップリング曲は好きになれただけで幸せだっていう、なんかポップな感じで、もうずっと MC ユニットだから喋ってるんですよね、イントロから。そこも注目です、聞いてください。はい、ということで大好きな人、皆さんぜひ聞いてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、もうやることすんだよ。そうですね、じゃあ進めていきましょうか。じゃあね、もういきますかね。はいはい、ですね、たっぷり2時間皆さんとカラオケを楽しんでいきたいと思います。はい、はい、ではですね、右下にあるアイテムを投げたりコメントを書き込んだりして、私たちとコミュニケーションを取ることができますので、ぜひ一緒に楽しい時間を過ごしていきましょう。イエーイ。2ページ目です。すごい、ありがとうございます。コメントやアイテムを投げるためには、無料のアカウント登録が必要となっています。まだの方は必ず会員登録をよろしくお願いします。ちなみにこのショールームでは、はい、ユーザーの皆さんが投げたポイントが多いほど、皆さんのキャラクターが列の前の方に出るようなシステムになっています。名前を呼んでほしいっていう方はね、ぜひ前に出て来ていただけると話しかけやすいので、ぜひ番組の積極的に参加してください。はい、はい、ちなみに画面の右下のツイッターマークを押すことで、この番組をねツイッターで拡散することができます。はい、ということはもうたくさんの方にね見てもらえるということで、私たちも見てほしいので、ぜひ皆さんハッシュタグ猫舌ショールームでつぶやいたりして、拡散の方をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、もうなんかもう2人がね、ずっとうずうずしてるんですよ、歌いたいって。ほんまるとがすごかったよ、なんか、ね、楽屋で暴れてました。待って、一番暴れてたの君だから ねそれ待って、なすりつけよ。なんか前回じゃないの、前回で1回出演したとか。そうですね、その時いつぐらいだったのかな、その石田みなみちゃんと藤原あずさちゃんと3人で、ね、あ, ってありがとう。駐車場の猫は、あ、着いたよ。あ、私すいません、恥さらしみたいになった。あ、見えてますか。
見えてますか？治りました、すいません。イエーイ。2人の可愛さに戸惑ったんだよ。ちょっと始めようか。え、もうじゃあでももう本当に2時間たっぷりあるんですけどね、うん、歌が結構3人は好きでなんか騒いだりしてるメンバー。そうですね、カラオケさ、私はパルトでよく行くんだよ。そう、え、うわ、そうなん？行くよ。行くよね。行くよ。絶対行ってない。ほんまに。初期の頃とかは。初期の頃。最近はまあ行けてないんだけど。行けてないとかまあ行けないけど。最初の時は言っとった。だって私と行ってるもんね、よく。そうだね。頻繁に行くから。結構頻繁に。ここ？ふなか？いや、ここはね、カラオケ。マイベストフレンド。カラオケに行かずに、なんか、あの、もう地声で。楽屋で、地声で。あ、だからうるさいのか。そうそうそう。音楽かけてなんか騒いでる。そうそうそう。まあでもそういうね、姿もちょっとファンの方に見せればいいなと思います。ちょっと1曲目いきますか。はい、いきますか。もう早速何歌うの？でもなんかもう夏だし、なんか夏みたいな感じの歌歌いたいな。よく聞く歌、夏っぽい歌歌いたい。なんかない？まあでもなんかって、いやでもなんかでも1曲目はね、みんなでなんかみんなで、うん、じゃあこれで CD が CD の扱い雑。いや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 、置いてるんです。そう、置いてるの。大丈夫、あるね。これでいいですか？いいよ。お、いいですね。いきます。夏だね。なんか夏とかでさ、番組とか結構さ、入った。あ、すごい、ここから出てくるの。え、カラオケで見るやつ。あ、来たよ。マイクがね、2本あるじゃん。パルト、パルト、パルト、パルト。パルト、最初歌ってたの。私、私、これ寂しく歌えない。こんにちは。すごいよ。駐車場で猫は首をしながら、猫、今日も一日を過ごしてゆく。何も変わらない穏やかな街並み、みんな夏が来たって浮かれ気分なのに、君は一人じゃさえない顔してるね。そんな君に見せたいものがあるんだ。大きな募集してます。なんかペダル人気そうだね。でもペダル人気だね。ペダル思い出してよかった。ペダル歌える？歌える？歌えるかしら。私日本人だ。何今気づいた？今目覚めたみたいな感じ。そういえば上手くてね。あー、なるほどね。歌えないの。まあね、うちもライブで歌ってますから、ね、あ、ペダル多いね。そうだね、みんなに紛れて。あ、入れましたよ。来ました。これはね、私たちの歌なんで。そうですよ。ピンクになっちゃった。あ、かわいい。どっちか歌う？歌う。オッケー。一体誰のために走り続けるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦でなくて何だろう。くじけそうな時には風を味方にして背中を押してよ。ペダル漕いでも
足のついてしまうのか弱音を吐きたくなるもうこれ以上走れないよ僕たちの自転車は縦に急いでいるのかただがむしゃらに身を切ったところで何になる目指しているゴールはいくつの谷と山を越えればいいのだろうマイク。パル
どんどん入れてこう。1番まででこういっぱいバーって入れたり。確かにね。2番なんかフル歌いたいってあったらなんか。そうだね、フルの希望の人はフルです。え、どうする？いやもうそれはもう自分のちょっと君の曲からいき。君の曲2人であるとじゃあ何以外？あいみょん。ああ、あいみょんさんあるかね。あみになってるよ。何がいい？パリと2人で歌うのに私が選ぶの？寂しそうな君にこんな歌を聴かせよう。手を叩く合図、雑なサプライズ、僕なりの精一杯。僕に何にドーナツだ。あの日を夢が踊る、真面目に張り落とす息を飛びすぎたぜ。さあ腰を下ろしてよ。ブブブブと涙つステーションの音、乾いたメロディーで踊ろうよ。君はよく聞かないと思いながら、少しでも僕に近づいて欲しくて、僕なんて聞かない。今未だにあなたのこと
ねえ。アイドルって入れたら。ファルトだ。ファルト。
といろんなジャンルでなんか私たちを楽しませてくれる。ちょっと有名なところに行きます。いいですね。おお。有名どころ、いきます。はい、多分誰の知っとるかもしれない。ハルトの大好きなんだ。そう、キュートさんの中で一番大好きなんだ。可愛いお魚の前って出たね。そう、キュートね、めっちゃ良かった。わかった、めっちゃ良かった。燃え尽きるはこの恋だろう。多分どんな瞬間来ました。パルト好き？好きじゃないです。
っときたい。不安に遣い留守で見ている青いあなたの視線が眩しいわ。思わせぶりに唇濡らし、きっかけぐらいはこっちで作ってあげる。いわゆる普通の17歳だわ女の子のこと知らなすぎるのあなた。早熟なんだ仕方ないけど、似たようなことを誰でもしているのよ。じれたいじれたい、いくつに見えても私誰でも。じれたいじれたい、私は私を関係ないわ。特別じゃないどこにもいるわ私。頬ずれついてあなたを思えば胸の高鳴り耳が熱いわ。鏡に向かって微笑み作る黄昏時は症状を隣り変える。素肌と心は一つじゃないのでルージュの唇かすかに震えてるわ。人が言うほどドライじゃないの、本当は臆病分かってほしいのあなた。じれたいじれたい、結婚するとかしないとかなら。じれたいじれたい、そんなのどうでも関係ないわ。特別じゃないどこにもいるわ私。少女 A。 うぅー、じれたいじれたい、いくつに見えても私誰でも。じれたいじれたい、私は私を関係ないわ。Oh,
回一個バラード挟みますイエーイ日本人だ、エルバルト午前0時の交差点微熱混じりの憂鬱な中すれ違う恋心ああああ夜のと明日に抜けて明日のたどり着きたい約束なんか欲しいわけじゃない車走らせるあなたの横みんなそうなのしてあーあそうだったね聞いたでしょそうこの時その
隣でずっと緊張してたの。そう。そういやマジなんか一番緊張してた、うんうん。めっちゃ緊張してたよね、うん。そこから始まったんですね。うん、そうな。帰りたいですって。そう言ってた。言ってた。帰りたい帰りたい。
もっとやってって、すごい。歌えるかな、難しいんだよ、うん、知ってますか。知ってますよ。知らない人いるのって言ったら言うよ。ほんと君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月また出会えるのを信じて、最高の思い出を。皆さんリクエストとかしてくださいね。歌うとは言わせてないけど。
たさ、体ぼかぼかしてこう。ぼかぼかする。もうこれが歌いづらいのレベル。これなんかめっちゃカプサイシンよ、なんか。さっきさ、これが近くさようなら、つぶやく君が僕の傘残して駆け出してゆく。悲しみ降り出す街中が銀色に煙って君だけ消せない。最後の雨に濡れないように追いかけてただ抱き寄せ瞳閉じた。本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛したりしない。誰かに取られるくらいなら君を壊したい。歌い方の癖。いや。なんかもう地声みたいな。地声。遠いからね。ここ行ってたからね。はい。はい。イエーイ。イエーイ。幅広いですね、皆さん。幅広いね。なんか、あれ、モーティエイトとか歌う？ああ。ちょっと間に挟んでもいいよ。いいよね。シングル発売されましたし。なんかサードね。でもいいよ。消えちゃった。消えちゃってますか？消えちゃった。テレビ。困った。テレビが消えた。あら、うちらがこんなことしとるけん。皆さん、暗闇だ。もう予約入れてますよ、ね、さっきやってた、うん、配信始まってます。もう一回入れてもらお願いします。みんなハッシュタグ猫舌ショールームでつぶやいてくださいね。お願いします。よろしくお願いします。たくさん、あ、入ってなかったですね。なるほどね、はい、持ってて難しくてる。あ、
聞いて泣いたことありますか皆さん。大丈夫、はい、大丈夫だよ余裕。あ、あるんですね。じゃあ今日なるほどね。ST48徳島県出身谷口真姫さんの歌声で果たして泣けるのかどうか。わかんないよ、そんな。泣いたことないもん、歌で。わかんないよ。泣いたことないんだよね。なあ、今夜初めてかもしれない。え、それはちょっと、ね、自分でも何してんのお前ねえ、こんなに振り合ってるのにさ、ねね、電木初めて触った。なんでさ、韓国語にするの電木のやつを。どうぞ、機械音痴の神みたいな。機械音痴なの。神ありすぎ。セットマイク繋いで、ほんまにセットマイク繋いで。いやいや、ずっと繋いでるんだよ、さっきから。そうよ、さっきまで振りしてたのに、いっぱい。ちょっと大丈夫。いや、あと一文字だった。間違えてどれどれ。絶対これパソコンも下手くそですよね。これ打てない、打てないでしょ。これこれなんで私が普通に使える。あ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。いいじゃないですか。やっぱり歌でね、歌はでも素晴らしい力を持ってる。そうですね。影響力、影響力すごいから。泣ける。いや、泣けるかわかんないですよ。わかんないよ。厳しいよ、ちょっとこの方。気持ちしてて、あ
優しくするでしょう。交差してますよ。
Everybody is fine. ときどき深く笑ってスマイルボンボン。大きくなったら何になりたいな、うん、になるなる、両手にいっぱい全部やりたい、いっぱいやりたい、問題が解けない涙は心の消しゴムで消しちゃおう。メタルフォー
人に歌うのこれ。真央さんっていう曲を歌ってるんだ。はい。あ、来たよ、これは。どういう癖強く歌う。はい。はい。これちゃんとあれのってあるよ、でも。アジ？いかないって。アジ。すいません、なんか、すいません、本当に。生演奏みたいにしちゃいました。ドラえもん入ったすぎやろ。ごめん、準備できます。OK。この歌手になりきるの、ドラえもんになりきるの、どっちでもいいよ。じゃあ歌手になりきる、ドラえもんになりきって言う。ドラえもんになりきる。いや、オッケーオッケー、私なんか、はいはいはい、心の中にいつもいつも描いてる、描いてる夢を乗せた自分だけの世界地図、タケコプター、空を飛んで時を越えて、でもドアを開けてほら、行きたいよ今すぐ、どこでもドア、大人になったら忘れちゃうのかな、そんな時には思い出してみよう、ジャイアン見たかったよ、ジャイアン。わからんわからん、ボイノミちゃん、ボイノミちゃん、野球しようぜ、ボイノミやめよー、違うの、すべちゃな、わかった、見せる見せる、伸びたわかった、ドラえもん、どう ポケモンゲット
トだぜ、イエ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 イ、戦い疲れておやすみグッナイト、まぶたを閉じればよみがえるピカチュウ、炎が燃えて風が舞い、泣き声とどろくあのバトルが、昨日の敵は今日と思って、古い言葉があるけど、古い言葉なんじゃ、ちょうど明日もそうだ、そうだ、永遠に、イエーイ、面白すぎ、ピカチュウ途中でなんか、あれは博士、博士、大きな博士、なんて言った、古い言葉なんじゃ、ちょっと似とった、私ピカチュウのあれがないかも、あんまり思い出、ちっちゃい頃のピカチュウの思い出みんなピカチュウと過ごしてきたみたいな言い方、そうよ、あ、いいっすね、あ、すいません、ちょっと張り切っちゃって生アイス、通常版、通常、いいね、好きよ、私本当大好き、なんかノリノリになれる、いや、うちこれないカラオケ行ったら歌う、本当で、なんかさ、リクエストしてよ、東京音頭、東京音頭なんかない、あ、入れてこれ、いつも歌えるやつ、何歌ってる、私いつも何歌ってる、リクエスト、何だ、もう結構いい時間ですね、僕は今口出そうに吐き出した孤独という名の、その雲が雨を降らせて虹が出る、どうせ疲れないように、初めてのキスを繰り返して欲しくて、愛が僕に噛みついて離さないと言うけれど、寂しさの形は変わらないみたいだ、舞い上がってゆけ、いつか夜の向こう側、うんざりするほど惹かれ、君どうだ、イエーイ、いや、すごい、いいんじゃない、うん、いいね、どうした、迷ってます、迷ってます、いや、早いな、終わるの、そうよ、なんかリクエストしてくださいね、皆さん、でもしてくれてるんだと思う、さっきね、ヒゲダン歌おうとしたのに、なかった、あ、なかったね、ないっすよ、どうだけ、奇跡を待って続くしてなんて宿命でさ、光もしかしてあったかいんだから、入ってる、うん、バックナンバー聞いてパルトで行くのかな、私の XJAPAN 激しいわ、想像つくマリーゴールドなかったね、そうなんね、うん、あ、待って待って待って、さあ、あ、僕ちん、うん、あ、オッケー、その間に考えるその間に考える、はい、考える、あ、いいですね、はい、はい、はい、どうぞ、このマイク欲しいね、かわいい、ね、うん、歌手になったらこれ、でこ、絶対すごい、でこ、でこ、でこ、あの、でこよ、でこ、でこなんか昔さ、こういうの流行ってなかった、なんかガラケーにさ、みんなででこーって、嘘、そう、時代、時代、時代だった待って、同世代だよね、ここ、そうだよ、でこでしょ、そう、爪に乗り入れ、なんかこれつけた
万博少女。懐かしい。君から見た僕はきっとただの友達の友達。うん。ちょっと待って、たかが縮んで向けられた笑顔があれならもう恐ろしい人だ。君を惚れさせる黒魔術は知らないし、海に誘う勇気も車もないでも見たい。隣で目覚めておはようと笑う君を会いたいんだ。今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕の元へ生まれた星の元が違くたって、偶然と夏の魔法とやらの力で僕のものになるわけないか。
パルトの。そう、私のいいよ。いいか、お前は。
からのね公演とかになんかヒット曲のカバーとかがあるかもしれないのでね、はい、これからそうなんですよ。皆さん船に来てください。来てください。よろしくお願いします。マッチュマッチュいい、めっちゃ好きなの。お母さんがめっちゃ歌うよね。そう、なんかじゃあデイニーブルーですとか、誰バージョン、本人ね、ファルトバージョン、ファルトバージョン終わったじゃん。午前零時電話、ボックスの外は雨、かけられたダイヤル回しかけて、ふと指を止める、冷たい雨に物語思い出した、あなたの帰り道交差点、ふと足を止める、レディブルーも終わったはずなのに、レディブルーだぜ追いかけるの、あなたの幻消すように、私は今日はちょっと雨、ありがとうございます。拳が、次よ、あ、落ちた、いいよね、うん、語らせはしない。
谷口なひなみたいな。でももうね、終わりに近づいてきたので、ちょっとまあみんなで盛り上げる曲を入れていきますが、ちょっとその前にちょっと可愛くなりたい。ミュージックスタート。悲しい。どうした谷口さん。
皆さん、はい、もうね早いところでエンディングになるんですけど、皆さんいかがでしたか？楽しかったよ。私たちもめっちゃ楽しかったですね。楽しかった、楽しいんだ、なんか素でもうね朝まで、でも泣ける泣ける。なんかでもプライベートでも結構こう、ね、歌ったりすることが多い3人だったので、なんかこうちょっと素の姿とか見せれたんじゃないかなと思います。はい、ハモりましたね。私の癖を知っているなと思います。はい、でもまあでも次なんか出演するとしたら、なんかこれ歌いたいみたいな、どんなんしたい、なんかもうなんかもう男の人の歌縛りとか。あでもなんか今日はさ自由に歌ったじゃん、何かに縛ったりするの楽しいよね、うん、絶対。でもこういろんなジャンルで ね、 そうだ ね、 ね3人もいますので、うん、しかも個性が強いって強すぎたね、言ってたオープニングで言ってたんですけど、うんうん、強い方が楽しいかもしれない、強い方が楽しいですか、ね、そうやな、うん、そうですねっていう感じだったんですけど、けどはい、はい、あの ね、 あねたくさんの方がめっちゃもう今見てくださってますよ、1万1000人なので、10位の方からちょっと名前を呼びたいと思います。呼びます。順位の方から呼びます。出席番号10番。なんか本当にやめてる。13からじゃない。10。あ、10からごめん。でも13でもいいよ。13にしようよ。そうです。出席番号13番。男女。これさ、見れない。あ、見れるべ。見えるよ。こうやってさ、パッと。こうすればいい。違う。こちら。あ、これだ。これだ。これ。お願いします。13って呼びますね。13位ハイアルバイアル、ここ代わり番組、あ、3人でも、せーの、ま、13位なんて13位いきます、せーの、13位はせーの、48さん、12位はモテオさん、11位はガッチさん、10位はエンジョーさん、9位はエイコールさん、
歌わせていただいている曲もありますし、はい、学力テストで第1位を取った勝手に観光大使のミュージックビデオ、海の色を知っているか、あのミュージックビデオ、はい、YouTube でも見れますし、私もちょっと映ってる、はい、ちょっと映ってる、頑張ったね、走ってる、見れますので、はい、皆さんぜひぜひ見てください、はい、大好きな人よろしくお願いします、よろしくお願いします、聞いてください。急に話さんといて急に話した、ということで皆さんね、はい、本当に楽しい時間ありがとうございました。そろそろ終わりにしたいと、曲いきますか、まだ、いいですか、まだ終わり、まあ、4分あるんで、何歌う、皆さん聞きたかったら、みんなが聞きたいって言ったんだろう、それじゃ皆さん聞きたいですか、かな、君が歌ったっけ、何しますか、でも本当にあと、あ、聞きたいって、大好きな人、まあ、STU の曲でも大好きな人入ってる、そうです、歌詞は、歌詞、歌詞覚えてるじゃん、まあ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 、ファイトは何なのか、ハマってる大好きな人はどんな歌なんですか、ですね、はい、大好きな人はですね、全員で、初めて全員選抜ということで、あの一人一人がピックアップされた曲になっています。夏でワイワイしてる曲なのかなって思ったら、そうじゃなくて、別れの曲でちょっとしんみりした曲なんですけど、誰かをこう背中を押していけるような明るい曲になってます。入ってる、入ってる、もうそれはそうか、じゃあそんな大好きな人をね、皆さん聞いたことないって方もいると思いますので、私たちが今から歌っちゃいたいと思います。歌います。では、はい、聴いてください、サードシングル、大好きな人、涙が